はい、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。ヒデチュー、はい、第4回目です。4回目、はい、前回が4月の28日放送、ゲームオンですね、ロケしましたけど、ね、はい、2ヶ月以上空いてしまいました、はい、何をしていたのかと、まあ、E3 があったので、そうですね、まあ、ようやく、まあ、第4回と、4回がもう7月になってしまいましたが、はいはい、で現在のチャンネル登録者数が、はいはい、145,328名と、はい、ということで、はい、なかなか伸びない、金のシャチホコじゃなくて、金のボタン、ボタンですね、100万人でした、100万人、無理じゃないですかこれいや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 、もうちょっと頑張りましょう、裸になるしかない、海岸で逆光、裸になって、海岸でそれ知ってます、はいはい、そうですか、はい、じゃあまあ、はい、もうちょっと、はい、この辺、はい、登録ぜひお願いします、ね、はい、お願いします。で今日はですね、 どこですかね、こちらは、はい、ここ、ソニーインタラクティブエンターテインメントさん、はい、ソニーさんの社員食堂にお邪魔しております、はい、なんとプレイステーションパークという、プレイステーションパーク、はい、プレイステーションポークであるんですね、パークです、パーク、公園、公園、公園ですか、公園ですね、すごいですね、緑です、すごい立派な、このテーブル、まあ、こう三角とか丸とか四角とか、はい、ペケがね、非常におしゃれな、すごいですね、いいとこ、眺めもいいですね、ちょっとね、長いしてしまいますからね、うん、はいはい、で本日のメニュー紹介、はい、これお昼のランチメニューですね、はい、まずスペシャルメニュー、はい、味丼、味丼、焼きチキンカツ粒マスタードソースセット、はい、豚肉と、白菜の塩麹、うま煮ですよ、ツナとアスパラのペペロンチーノ、はい、ペペロンチーノ、ペペロンチーノというだけで食欲ができます出てきますね、あとメンチカツカレー、はい、そして SIE カレー、はい、これ定番の、これ定番みたいですね、おすすめらしいですね、はい、あと広東麺、はい、あと PS パークラーメン、これポークじゃなく、先ほど私いただきました、あ、食べましたね、 PS ポークラーメンではなくてパークラーメン、パークラーメンでした、はい、美味しかったです、はい、で、そばとうどんがある、はい、あるということで、ちょっとじゃあ、あの、僕もさっきカレーはいただいたんですけど、はい、ちょっと違うものを、ちょっと定番の、ね、食べてみたいと思いますので、はい、はい、あ、来ました、味丼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 、どうします、ですね、私実はですね、はい、先週、先週、あの会食で、はい、はい、うなぎを食べまして、はい、うなぎの骨がどどり刺さったと、2日間、はい、死ぬかと思いましたんで、はい、それ以来ちょっと小骨を見るとちょっとこう、ちょっと小骨恐怖症みたいな、恐怖症になってると、ちょっとカレーにしていいですか、はい、じゃあ味丼は僕が、はい、じゃあ味丼、はい、それなの、結構いい、これラーメン、あの、いい感じに仕上がってますけど、はい、いいですか、ね、はい、これ海苔がね、そうそう、海苔がこれがちょっといいんですよね、プレイステーション、はい、はい、でもちょっとこれ味丼を今日は、じゃあ味丼、私はこのソニーさんの定番のカレーをいただきます、はい、いただきます、いただきます、ちょっといただきます、いただきますよ、じゃあ、うん、どうですか、味丼これうまいです、うん、これね、骨の心配しなくて大丈夫です、これ骨入りませんか、うまい、ちょっと本気で食べてみたいと思います、うん、先ほどラーメンを食べたんですけど、うん、うん、いけるいける、ああ、毎日ここでプレイステーションって感じですねどうですか、そのかなり、うん、かなりデスストランディングな、いや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 、ストランディングしますけど、それ、その麺がストランディングしてますけど、はい、僕食べた時はそんなになかったんですけど、ライブストランディングだったですよね、はい、ちょっとデスストランディングです、うまいです、デスストラン、はい、キープカミングな、うん、はい、これ全部食べていいですかこっち行くと言えば小島秀夫ですか、それして初めて聞いたこんなお金払うと、こんななんかね、このタグみたいな、あ、はいはいはい、うん、おでん屋とか、はい、ふれあいでもらうような、はい、こういうやつ、あれでスコッチエッグの小島秀夫アクション込みで、そうそう、今のデスストランディングがあるのはスコッチエッグのおかげ、スコッチエッグのおかげだったと、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした、非常に美味しかったですね、はい、はい、ということで、はい、今回4回目なんですけど、はい、4回目ですね、事前にツイッターで、どんな内容がいいですか、はい、いいですか、さすがもうユーザーのね、はい、声を聞く、コジプロ、コジプロ、なことないんですよね、答える、まあ、だって3択しかなかったE3 と映画とその他って、その他ってなんやねんみたいなで案の定その他、そうです、最初からその他なんか誰も入れない、うん、分かってますからね、でもその他 8.5% もあったという、あ、 8.5% その他の中身が知りたいですね、何、うん、ですかね、その他の中身は、はい、本の話、本の話、で今回はですね、その中で圧倒的に1位だった、なんと 68.5%、 はい、はい、2016年E3振り返り、はい、
そもそも E3 実は僕は初めて今回、行きました。矢野さんは、まあ、出版関係の人で、そうですね、はい、こういう賞ってありました？出版あのグローバルで、まあ、そうですね、グローバルじゃないですか、やっぱ日本の、出版関係だと、はい、あれですね、ブックフェアっていうのはやっぱり世界ブックフェア、はい、北京とか、イタリアであるとか、はい、パリとか、それは業者ですか？そうですね、要するに翻訳物を探しに行くっていう、あ、それは映画の買い付けみたいな、はい、一緒です一緒です、はい、ね、ちょっと違いますよこれは、はい、これまあ E3 というのは、まあ、世界三大賞っていうのがありまして、はい、E3、はい、これアメリカで、アメリカで北米で行われるんですけど、はい、それが一番でかくて、東京の TGS と、はい、ヨーロッパはドイツで行われる、はい、この3つあって、で圧倒的に一番大きいって一番注目を浴びてるのが、はい、今回の E3 である。で、ロサンゼルスで行われるんですけど、はい、まあ、世界中の人が集まって、うん、まあ、お祭りみたいな、はい、年に1回の祭り、7万人ぐらいの人が来ますけど、はい、そこから世界に7万人の人が世界に伝えるっていう、伝えるという、はい、まあ、今はネットがありますけど、そうですね、そういう意味合いでのショーです。とにかく会場の大きさと、やっぱ人の、まあ、暑いですね、あの暑さは、はい、結構びっくりしました。で、まあ、2年ぶりに行かせていただきましたけど、はい、非常にエネルギーを感じる感じだと、うん、はい、でそこにまあ行ってきて、発表してきましたと、はい、いうことですね、はい、まあ、6月13日にデスストランディングという今作ってるタイトルを、はい、ソニーさんのカンファレンスで発表していきたいと、はい、じゃあ、この後はですね、はい、ティザーを皆さんと一緒に見ていきましょう、はいはい、最初にですね、はい、ウィリアム・ブレイクの詩が出るんですけど、はい、ここで一粒の砂とか、はい、天国とか、はい、無限とか手のひ ら永遠っていうのが、まあ、うん、見てる人の頭に残るようにしてます、はい、でその残ったままこの導入です、はい、この黒い砂浜を進んでいくと、最初にですね、あばら骨に見える、まあ、カニなんですけど、これあばら骨に見えるようにしてます、はい、人のでここでカニっていうのが分かって、はい、でカニがでもコードがついてますので、うん、はい、でこのこれは人の顔に見えるように作ったのか、これは手のひらのようになってて、先ほどのウィリアム・ブレイクの手のひらに重ねるようにひっそりと手形が、一体これは何なのかと、カメラが一緒についていくと、そこに人が生まれ落ちてる、死んでるのか分かりません、はい、まあ死と生なんで、ここで手にクローズアップすると手錠がついてます、最大でつながった赤ちゃんがいると、はい、で体には手形がいっぱいついて、はい、一体何なのかというところで、ここでノーマン・リーダスが登場すると、はい、で赤ちゃんを抱いてます、ね、まあ、ノーマンを裸にして、さらにそのノーマンを泣かせるというのが今回のテーマ、うーん、なんで、まあ、当然かっこいいノーマンを最後出しますけど、はい、まあ、あんまり見たこともないノーマンのこう感情豊かなところをここで皆さん見てもらうということで、思いっきり泣いてもらいました、はい、赤ちゃん喪失、真っ黒い手になってるんで、で赤ちゃんの手形が去っていくと、はい、で視線で追うと魚が浮いてる、うん、この魚もキャプチャーしました、キャプチャーしたってやつですね、ノーマン立ち上がると、うん、これですね、へそがない、はい、この鼻毛とかも、はい、全部まあ止めてみてください、はい、これのへその周りの毛とかも、はい、はい、でノーマンのかっこいい、みんなが見たいノーマンの顔して、ここからカメラクレーンで上がっていくと、はい、デスストランディングして、クジラやイルカですね、はい、あれは、でまあ波が来ては帰っていくのが、はい、アイルキープカンの顔してて、それでも帰ってくる、まあ、何かが帰ってくるって感じです、行っては帰って行っては帰って、はい、でこれカエルさん、うん、この垂れ下がっていくところですね、はい、ここでタイトルです、ストランですから、まあ、死の座礁なんで、はい、まあ、あの物体のことでもあるし、はい、違うものがやってくると、あ、なるほど、一つの意味じゃないよってことですね、
という感じですかね。はい。はい、ここはあれですね、もう止めて見てもらったりすると、もうもっといろんなことが、かなり作り込んでますんで、はい、今のコメント以外にももちろんいっぱい入ってるってことですよね。そうですね、中には。はい。今コジプロの、ウェブ、はい、新しくなりましたので、はい、そちらに行っていただければ、はい、そのトレーラーとメイキングと、はい、その他ボロボロが見れるようになってますんで、はい、ぜひ見ていただきたいと思います。はい、そうですね。この辺ですか、ね、この辺で URL が出てます、ね、日本語版と英語版が、はい、両方ありますからね。はい、ぜひ見ていただきたい。矢野さん、はい、初 E3、はい、E3 どうでしたか。矢野さんってこういうショー、ゲームショーって他にもありますか。はい、ゲームショーは僕は本当に東京ゲームショーしか、はい、体験したことがないんですね。でそれ以外だとゲームじゃないんですけれども、はい、アニメのコンベンションとか、はい、パリのジャパンエキスポとか、はい、一緒に5年ぐらい前ですよね、はいはいはい、行ったのとか、あとはやっぱりロサンゼルスで、7月にやる、アニメエキスポとか、はいはい、コミコンは行ってないですか。コミコンは一度昔行きましたね。あ、はいはい、で あそこはやっぱりそのファンの方が来るイベントじゃないですか。うん、で今回はファンユーザーではなくて、まあ、業界の人っていうことで、まあ、ファンみたいな人がいますけどね、まあ、でもどう見てもファンのね、メディアの人 の、 うん、好きな力士は誰とか好きな色を教えてくださいっていう人、これファンですよ。ファンですね、ただのね、うん、でもまあまあそうは言ってもやっぱり まあ、ある意味世界の最先端の人とかが来るじゃないですか、うん、はい、技術も最先端ものがあると。今回 VR とかも相当展示があったりしたので、はい、いやいや、もうこんなすごいエンターテインメントなんだなってことを改めて、その日本から見てるイメージと違いますか。全く違いました、本当に、はい、うん、ただみんながこう集まって、なんだろう、言葉がちょっと表現は良くないかもしれないけど、はい、なんか騒いでるお祭りしてるだけって思ってたんですね、うんうん、ところがやっぱり行くと、あ、ここから僕らはエンターテインメントを提供するんだみたいな。そうですね、その開発者とか業界の人と知り合いになったり交流になって、うん、はい、そこから新しい技術が生まれたりとか、その誰かが作った技術を誰かが持ち帰って、うん、帰それをビジネスにしたりする場なので、うん、非常に風通しがいい。楽しかったですね。しかもその映画の関係者もいっぱい来てるので、 あんまりそのゲームだけじゃないじゃないですか、うん、そうですね、デジタルのエンターテインメントの世界の一番大きな祭典というか、はい、で良かったですか、やっぱり行って。いやー、これはね、もう毎年行きたいです。はい、来年も行きます。行ってください。はい、行きます。行方不明にならずに自分で飛行機乗って自分で車乗って行ってください、ね、しかも矢野さんとね、1週間ぐらいですかね。1週間です。朝から晩まで矢野さんと一緒にいたんですけど、はい、こんなことなかなかなかったですけど。なかったですね。やっぱ嫌いになりますよねよっくらしょうとかね、なんかことあるごとにはぁとか、おっさんですよね。いや、お互いおっさんですよ。僕はおっさんじゃない、僕は魔物ですから。魔物感はね、僕はね、はい、結構1週間で身近にありました。魔物浴びるように魔物感を。魔物感ありました、はい、そんなことないです。天使みたいで。いや、天使は落ちると悪魔になるじゃないですか。あ、そうね、そうです。まあ、落ちたら上がれないですね。上がりません、落ちないです、はい、大丈夫です。でそんな、ティザーですけれども、はい、イスリーに至るまで、矢野さんがコジプロに参加されたのが4月なんで、はい、それ以前は知らないと思うんですけど、はいはい、12月に会社立ち上げて、まあ、はい、ほとんど何もなかったんですけど、うん、で募集もしながら事務所探しながら、はい、でエンジンも何もないん で、はい、で1月末にマーク・サンディさんと、はい、まあ、世界を旅して、はい、まあ、技術を探すっていうのは、そのエンジンも含め、エンジンとかサービスとかテクノロジーとか、あと人との関係というか、人との、はい、なんでヨーロッパとアメリカとで回りまして、で2月もラスベガスでちょっと賞をいただいたんですけど、そうでしたね。その間に同じようにいろいろ世界中回って、でエンジンはどれがいいかなとか、このサービスどれがいいかなっていうのをまあ精査してたと。その間にも人も入れて、事務所も探してたなって、はい、で2月にですね、はい、まあ、ノーマンリーダーさん、はい、まあ、それまでもちょっと連絡取り合ってましたけど、ノーマンさんに次こういうことしようとしてるっていうのを説明して、プレゼンして一緒にやろうっていうことで、じゃあ2月にノーマンさん OK だよっていう話になったんですね。はい、でそこからもう3月末にパフォーマンスキャプチャー、パフォーマンスキャプチャー、普通そんな、はい、1ヶ月で契約とか、まあ、そこはものすごくスピードアップしてっていうことですけど、1月の末に、はい、ソニーさんのパフォーマンスキャプチャーのスタジオを見せていただいたの、ね、はい、ロストサンディエゴにあるんですけど、ロストサンディエゴにある、はい、でそこに見せていただいて機材も見て、うん、でこれはもう最高なんだ、はい、ということでちょっと実験したかったわけ
でノーマンさんに3月末に来てもらって、うん、はい、そこで今回のティザーの実験をした したと。で今回はパフォーマンスキャプチャー、はい、でそのパフォーマンスキャプチャーっていうのはちょっと正直耳慣れないんですけど、ね、モーションキャプチャーっていうのは、はい、わかります。あれは俳優さんにボンボリあのこういうポチポチつけ つけて俳優さんの動きをキャプチャーすると、はい、で別に顔と声と表情っていうのは別にとってそれを合成するんですけど、うん、はい、あ動きと表情とかを合成する、はい、でモーションキャプチャーの先にあるものがパフォーマンスキャプチャーですよ、はい、でこれアバターで最初にやって今はその、うん、そんなに新しくもないですけど、はい、まあ、あのハリウッドでも使っている標準のもので、はい、要は俳優さんの動きと顔の表情と声を一遍に撮ってしまう、はい、なるほど、スタジオの中で、はい、でその方がより本人に近い、うん、はい、そうですね、はい、でそれがパフォーマンスキャプチャーっていうもので、僕らはこれ初めてなんですよ。あ、今回がそのパフォーマンスキャプチャーと初めての経験があると。前回はモーキャップをやって、はい、モーキャップに合わせて顔と表情と声を別撮りして、別に撮って CG 上でデジタルで合成してたんですけど、それやるとちょっとあの不具合が出たりするんですけど、うん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 、本来はその俳優さんが全部やった方がいいです。でもっと言うとその俳優さんを取り込むんです、はい、3D スキャンというもので、はい、カメラがもういっぱいあって、そう360度160個ぐらいあって、はい、それでパチャッと撮って顔と、はい、手と体を全部撮る撮ると、はい、でそれを 3D にしてそのデータに表情と声と動きを入れるんで、もうほとんど本人が出演してるのと変わらない。なるほど、はい、なんでパフォーマンスキャプチャーをよりこう良くするためには、はい、その俳優さんが 3D で撮ってその本人がやるべきなんです。なるほど。なんでそうなるとほとんどもう映画の出演と変わらない。そうですね。いうことで3月末にマノーマンさん来てもらって、はい、来てもらって、でこれがまあ大変なんですよ。顔を撮りますよね、はい、で表情のサンプルも全部撮るんです。で体も撮る、はい、でノーマンさんの入れ墨とかも再現してる。全部、まあ、全部じゃないんですけど、はいはい、あのそういうのも撮ります、うん、で例えば自然光では肌の質感がどうなるかっていうのを全部サンプルで撮るんですよ、はい、なんでスタジオでも撮りますし外でも撮りますし、外とかでもやるんですね、いろんな表情とか、例えばこうやった時にここに血管が あの赤くなりますよね、はい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 、あの皮膚の下の、はい、ああいうサンプルも見たいので、そういうのも撮るんですか。そういうのも全部撮るんですよ。なんで3D キャプチャーだけでも1日半ぐらいかかる、すごい過酷な大変な作業なんです。でそれが終わった後にで、パフォーマンスキャプチャーをしますと、はいはい、でそれで、まあ、データもらうんですけど、うん、今は、アバターもそうでしたけど、あのバーチャルカメラっていうシステムがあって、バーチャルカメラ、はい、俳優さんの動きだけじゃなくて、はい、その現場でカメラの動きも一緒に撮っちゃえるんです、うん、なんか CG っぽいカメラ嫌な人は、だから本当にカメラマン呼んできてカメラを担ぐんですよ、はい、でカメラにマーカーがついてるので、はい、フィールドの中でカメラの位置とかズームとかも全部デジタルで情報をもらって、こう覗いたものがそのまま映像になる。でなると覗いてるとこの向こうは俳優さんじゃなくて仕上がりの CG にリアルタイムで出せるんですよ、はいはい、一回キャプチャーをすると、はい、その動きを再生しながらカメラどうでもできる、うん、あの前から撮ったり後ろから撮ったり、はい、できるんで、できるんですね。OK テイクをあの採用したらいいと思うんで、キュアロンがやったゼログラビティとか、はい、同じあれもそうです。あれもそうなんですね。でその VR カメラのデータももらいましたけど、はい、まあやっぱり現場でちょっと変えたんで、それは今回は使わなかったです。使わなかったんですね。参考にしました。はいはいはい。はい、ノーマンの 3D スキャンをしてよりフォトリアルを目指していたんですけど、最初カニがあるんですよ、はい、あの冒頭に映るカニですよね。カニは手作りやったんですよ。カニ手作りです。まあ、あの参考資料見たり、はいはいはい、カニ見に行ったり、はい、カニ見に行った、カニを見に行った、まあ、好きな人はカニ食ったり食ったそれで作ったんですけど、どうもやっぱり人が作ったものと あのクラスになると分かってしまうんですよ。自然のものっていうのと人工的なものはちょっと違う、やっぱり一瞬見えてしまうと、あの左右対称に作ったりとかしてしまうんですよ、どうして。なんで途中で実物のカニを 3D スキャンして、であのカニが出来上がってきた。あれはじゃあ元のカニがいるんですね。カニがいます、はい、であの砂浜の砂とか空とかも実在する、はい、実際のものを取りに行って、ってで最初は自分らで作ったんですけど、はい、どうもちょっと、ね、嘘っぽいんで、うん、でイルカとかクジラとかクジラは、はい、
取れない。さすがに持ってきてキャプチャーちょっと辛そうな感じは想像できますね。なんでまあそうやって作ってると、はい、でまあそのメイキングもウェブにちょっと出てますんで、うん、そうですね。メイキングのノーマンさんのこのキャプチャーのとかも、ここにカメラがついてるんで、あ、ついてましたね、これ、はい、あのモンキャブのスーツ着てますよね、はいはい、であのデータとここにドットが打ってあるんですけど、はい、でここにカメラがあってカメラでずっと撮ってるんです。そのカメラの顔のデータをフェイシャルに使う、うん、でマイクもついてるんで声も拾える、はい、声も拾えると。でそれがあれですよね、その2月にノーマンさんに OK もらって3月に撮りに行って、3月末に撮りに行ってそのデータを納品してもらうんですけど、はい、そこはなかなか1ヶ月ぐらいかかるんで、うん、そこからまあほとんど2ヶ月ぐらいぐらいで作るしかなかったんですけど、今回公開したやつができたと、あの、まあ、ゲームエンジン上で、はいはい、こういうそのティザーとかっていうのは、はい、あの普通そのゲームを作ってる現場が作るもんなんですか？ね、ほとんどのスタジオは自分たちで作らないですね。ゲームを作るスタジオっていうのはゲームだけを作るんで、だけを作る、はい、当然忙しいじゃないですか、まあ、E3 の前に体験版とか作らなあかんときに、ね、はいはいはい、ティザーとかトレーラーとか予告編は無理なんですよ、はい、でそういう普通は、カットシーンも含めて、うんうんうん、カットシーンのコンテも含めてですよ、はい、音もそうですけど、はい、外部のスタジオ、まあ、映画やってるところとかに発注して、はい、そこに作ってもらったものがショーとかで出てると、はいはいはい、でもっと言うとそのプリレンダーのやつがほとんど多いんで、うん、はい、それはもうゲームのエンジンじゃなくて映画を作ってる人たちがコンテ書いて演出して作ってるんで、まあ、そういうのが多いんです。なるほど、はい、逆に言うと、はい、ホジプロの手法は珍しいというか、ホジプロとか僕はちょっとあれなんですけど自分でやりたい一番美味しいじゃないですか。まあそうですね、やっぱりクオリティも保ちたいですし、はい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 、コントロールできる。本来ねゲームって、うん、ゲーム部分とカットシーンと全部を含めたものがゲームなんです、はい、そうですね。で、今は分業なんでゲームデザインする人とシナリオ書く人も別個ですけど、それはちょっと僕は疑問符なんで、はいはいはい、なんで、ティザーも予告編も PV も自分で編集したりしますし、メインビジュアルもタイトルロゴも自分で決めたりし、はいはい、もっと言うとそうタイトルロゴだけじゃなくてタイトルですよね。タイトルも普通は決めてないと思うんです。あの映画なんかもそうですけど、あーそうマーケティング的にこの方が売れるとかっていうのは売りやすい方がいいじゃないですか、はいはい、でもそこはやっぱりこう肝だと思うので、で今回も自分たちで自分で決めてタイトル もちろん決めで、カエルさんに頼みに行ったということで、はい、カエルさんにやってもらう、カエルさんがあの今できてるロゴを上げてきてくれた、はい、ディレクションするのもこっちでやりました、はい。であれですよね、あとその今回のティザーに来たあのローロアの曲、はい、あのローロアの、はい、こちらローロアのゼロっていう、はい、ゼロアルバムですね、今発売中です、はい、で僕正直これ今回のティザーで初めてこのバンド知ったんですけども、はい、あのこれ どうやってこのアルバムはどうして知ったんですか？数年前にアイスランドに行ったんですけど、はい、まあ、僕音楽好きなんで、うん、でたまたまその知り合った人が、はい、バンドマンだ、バンドマンと現地のバンドマンです。バンドのメンバーの人、はい、で音楽の話したら、うん、ジョイディビジョンとか僕好きで、うん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 、彼も好きで、はい、なんか影響を受けてるって、うん、で、まあ、じゃあちょっとおしゃれな CD 屋、うん、紹介してよ、はい、まあ、有名なとこがあってそこ連れてってもらったんですよ、はいはいはい、なので普通の家みたいなとこでおしゃれな CD 屋家で中入ったら紅茶がコーヒーが中に入れたんですけど、でそこでまああのアイスランドのジョイディビジョンと言われている着物っていうバンドがあるんですよ、はい、うん、着物っていうバンド名、でそこの CD の前から買って、はい、でレジ持って行ったら持って行ったと、なんか聞こえてくるんです、うん、店内にかかってる音、これいいな、これなんやねんと思ったらこれがかかってた、それがでこれを買って帰って、ほいさんもうこれ最高素晴らしいんで、はい、だいぶヘビロテで聞いてたんで、まあ、好きな曲何曲かあるんですけど、はい、まあ、その中でも I'll Keep Coming っていうのはかなり好きで、はい、いつかは使ってやろうと、いうことで、まあそういう曲いっぱいあります、はい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 、あの聴くだけで映画出てくるような曲があるんですけど、曲どうしようかなと思った時、まあ、いろんな候補があって、でそんな中でまあこれは歌詞もぴったりやし、はい、I'll Keep Coming っていうイメージもぴったりなんでっていうことでこれを使ってた。彼らもソニーさんのゲームで使うっていうことは許諾なんですけど、はい、何のタイトルかも言えなかったんですよ。それでも逆に言うとそれでも彼らは OK してくれたんですか？そうですね、うん、でこのフロントマンのライアンさんという人のマネージャーの旦那が、まあ、僕のファン、はい、で、たまたまライアンさんが今アメリカにいて、うんうん、その、はい、兄弟の人の旦那さんが僕のファンやったんですよ、はいはい、
で最初はあのポスターで I'll keep coming って出しましたよね、はいはいはい、あれでもしかしたらこの自分たちの曲ちゃうかっていうことでもうなんか狂気乱舞してすごいもうそこで盛り上がったんですよ。であのショーを見てたらしいんですよ。あそのリアルタイムでカンファレンスのこれでなったもんやからすごいことになったらしくてれしびれますねそれ。E3 でロス行ったんで連絡取り合ってでこのライアンさんっていう方とご飯を食べて、はいね、まあ、いろんな話、はい、まあ、これ運命だってことで、うん、いや、はい、なんかすごい話ですよ。それだけでなんか一つのねお話っぽいですよね、はい。まあ、毎回毎回 E3 でリークがあります、はい、うん、これはもうどんだけなんちゅうこうガードしても神経を使ってもやっぱり この時代なんでちょっとでもこうネットで出てしまうじゃないですか、はい、で今までも半分ぐらい出てましたから。あそうなんですね、うん、で今回やっぱりサプライズなんで、はい、ソニーさんでも本当に片手ぐらいでしか知らないっていう超戒厳令の中でやってたん で、はい、でやっぱりサプライズなんで、うん、リークされたくない、はい、っていうことで、まあ、一番そこを恐れてた、まあ良かったですよ初めて。全くねリークなかったですもんね、はい、今回 E3 が近づいてきました、うん、はい、でそんな中で海外の主要タイトルがどん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 リークされて、うん、はい、どんどん出ていきました、はいはい、であとどんだけ残ってんねんっていう、うん、でもう僕らもそれが毎日ドキ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 夜も寝られへん感じだったんで、はい、E3 に行くこともやっぱりツイートできない、うん、はい、という判断で、はい、毎回行くときは、はい、空港の飛行機の写真撮ったりとかしてましたもんね。行ってきますって言うんですけど、はい、あれは今回してない。してないですね、はい、だからまあ嘘は言ってませんけど、うん、自らはツイートしなかったですね。でとにかく僕がロスに行ってるっていうことがバレると、うん、まあ、関連付けられると思うので、はい、まあ、なんかあるだろうってみんな、ね、なるべく見つからないように、うん、あのホテルもなんとダウンタウンじゃないもっと遠くのとこ撮って。そうですよね、 E3 の会場はダウンタウンのそばなんですよね。ダウンタウン撮るともうバレちゃうんで、はい、なんですけどやっぱりレストラン行ったり、うん、いろんなとこで見つかってしまうわけですよ、はい、うん、でファンの方が写真撮ってくださいって言うんですけど、うん、写真撮ってツイートされるとやっぱアメリカに もうモノバレですもんね。ちょっとごめんなさい、すいませんと。ファンの人たちも一切逆に漏らさなかったですもんね。ただですね、レフン監督の新設 の、 、はい、のネオンディーモンっていうのがスクリーミング、はい、プレビュースクリーミングがありましたね、はい、それで行ったら、はい、まあ、見つかってしまいまして、そこの司会者とかが思いっきりツイートするんで、そうなんです、やめてくれ。司会者が自ら終わった後にしてましたよ、ね、で前にいたファンの方はあのお願いしてツイートしないでください、うん、あのね、富江 T シャツを着ていた方は本当理解をしてくれましたよね。そう、あの人いい人ですね、うん、いやまさか司会者が、はい、あでもまあ大きなニュースにならずに、うん、ね、幸いあれでした。そうですね、ほんでこんなこんなで、まあ、まあ前日にリハーサルしました、はい、しましたね、リハーサルも、見つかったらいけないんで、うん、裏口から誰にも 見つからないように、うん、で当日あれですもんね、ね、あの夜間ぐらい本番何時ですか。本番18時とかもう15時ぐらいから入って、僕は一切その会場の椅子に座れないんで、楽屋にずっと、ずっとでしたもんね。ね、部屋にずっとそこで待機と。トイレ行く時も見つかったら分かるので、その皆さんが使うトイレと違うところを使ってたと。当日あれですよね、そのカマネさん前にはあのインタビュー受けましたよね。ジェフ・キーリーさんの番組にちょっと出てくれっていうんで、まあちょっと。どうしようかなと思いますけど、うん、ちょっと出ないという出ました、で出ましたと。このそれと DS この T シャツですよね。 T シャツでもその時は誰もこの DS の意味がわからないという、ですね、そうですね、やっぱりあの出るからには謎めいたことをしたいんで、うん、この DS T シャツ、いかにも怪しいです、うん、怪しいです。今見るとなんかわかるんですけど、ジェフはこの距離でずっとここずっと見てるでも質問はできないみたいなここばっかで、まさかだってね、設立してすぐなんで、うん、出すとは誰も思ってないんで、うん、いや、まあ、あれもだから相当面白かったですね。でアメリカに来てるっていうことは公に、そこで初めてなったんですけど、まあそれが直接カンファレンスには繋がらなかったので、うん、なかなかですね。で会場で本番を迎えましたと、はい、これは会場の様子ですね、これ、これ僕外行ってないんで、はい、これあのこれはソニーさんのカンファレンスの入り口のとこで、はい、まあ劇場に入る前にここで飲み物飲んだり、まあ、お酒ちょっとそこでちょっとウェイティングみたいな、ちょっとあの軽食食べたりして、はい、皆さんと挨拶するところです。いよいよここです。これあれですね、はい、僕は有名なシアターですけど、幸いなことに観客席で見させていただいて、はい、3000人4000人入るという立派な優勝正しいシアター、ここ僕見てないんで直接。そうですよね、カーテンの裏にしかいない、はい
いやでもここはね本当に僕はいたんですけどいいす、ね、びっくりしました。こんなでかいとは正直思っていなかったし、うん、あこれあれですね楽屋でこれ何、はい、ユンケルですね、はいはい、ああこれも直線ですね。そろそろですかこれ、これ出てく直前の映像ですけど、うん、これも袖ですね。あ行ってきますと。行きます。それでアンディさんが僕を呼び入れるという。そうですね。はい。で、あの女の人が懐中電灯持って暗いとこを連れてくれるんですけど。あ、アンディさんでしたね。はい。で、まあ、アンディさんが出てきて、僕の名前は当然言わないんですけど、まあ、ゲームクリエイターを迎えてます。はい、さあでももうこの辺から僕の隣席の人はヒデオコールでした。そこでもうバレてるんですよ、はい、シルエットで分かったみたいですみんな。あシルエット見えてました、はい、見えてました。これマッドマックスですね、はい、ブラザインアームスティックです、ね、これをかけてほしいゲーム。ここはでもね本当にあのもうみんな立ち上がってましたね。立ち上がって僕の前立ち上がってもう見えなかったですね。山さん前の方ですよ。もう前から4列目とかあったんですけど。そうです。そうね、もう。どんな。もう、まあ、僕もちょっと上から見てたんで、はい。そうですね。これあれなんです。結局、あの、ちょっとこの映像だと、まあ、音もちょっと拾えてないんですけど、あの、とにかくね、僕の両、右側に座った外国人の人は、はい、アンディさんの、もう、いでよいでよ名前言ってない。な一言も違うのに話し出せないわけですよ。このどうしたらいいか。そうですよね。ここ、うん、でこう紹介をして、はい、でいよいよ流れます。でここはあれですよね、あの降りてくる坂、はい、坂がものすごい急だったんじゃないですか、ね、あれですね。ステージの奥に、はい、まあ、カーテンが降りるじゃないですか、うん、はい、で僕はその奥にこう斜めの傾斜した板が作ったんですよ、うん、はいはい。でそこが結構滑るっていうか滑るんで、僕の靴はストッパーがついてるからよかったんですけど、はいはい、普通の人で滑るんですよ。で、ね、一番奥まで案内です、はい、真っ暗の中を懐中電灯を持った女の人が、はい、でまあこうシール貼ってあるんで、はい、ここに立ってっていう、ね、リハーサル2回目シールがなかったでシールないシールないで危ないですよ。そのね奈落なんですよその後ろ後ろ側、はい、もう下落ちたらやばい。やばいじゃないですか。そこに立って待ってるんですけど、はい、結構危険なんですよ。で揺れるんですよ。でこんな危ないの他の人大丈夫なんかと思ったら、うん、あそこに立ってるの僕だけでした。だった、ね、誰も立たなかったっていう、はいはい、これで、上がるじゃないですか、はい、で実際本番は光のラインが出て、うん、あれに合わせていく、うん、っていうことだったんですけど、はい、リハの時はですね、うん、マッドマックスの CD を使ってましたから、はい、サントラ使ってるんで、はい、それに合わせてたんですけど本番は生演奏でちょっとリズムが、はい、テンポが違う。まさかのでテンポが違うんで、でも止まったらあかんらしい。そうですね、もう行ってしまえと思うと、はい、伝説が生まれたんですよ。光よりも速い男、はい、まあ意図してませんけどね。本番でそれができればちゃんともうしっかり持ってますよね、はい、あの感じはやっぱり喋れないですよ。あんなになってしまうと。そうですよね。あんだけ反応あるとちょっと本当に僕も、はい、結構というか、まあ、結構というか、まあ、はっきり泣きましたからね、あの時ね、会場舞台泣きました。泣きましたよ。撮ってないですか。撮ってない、はい、はい。でこの後ですね、ティザー流しましたと。流しました。でその時の、はい、まあ、リアクション、はい、まあ、今ネットにいろいろ出てると思うんですけど、うん、まあ、それを見てみましょうか、はい、ちょっと見てみましょう、はい、これね、やっぱり中にいた人が一番なんて、その臨場感が、臨場感ありましたよ。もうなかなか お伝えできないのが、あの海外このリアクション専門の人っているんですよ。この人怪しい。マリオ面白かったですね。マリオみたいな人です。これはここで開きました。もうここで分かってる。ここでも分かってます。あー来た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 、すごい。あ確かに光より速い。そんな笑わんでない。すごいなこの人たち。おでかい。でかいね。なんか掴んでますけど。Why are they playing Mad Max music? なんでマッドマックスや。なんでマッドマックスやねん。それでもね。
これみんなで見てる人多いんですか。多いですね、なんか、あ、そうそう、あの、あ、この人この子も良かったかな。すごい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 、あ、そう、動きが早すぎて、跳ねてる、静かに見てる、あ、この人これリアルタイムで見てたんですか、この人。これ多分そうだと思いますよ、これ。あ、カップルで見てる人いるんですね。いるんですね。あ、これ会場、真ん中会場の様子ですね。カニ、この辺はみんな困惑してるんですよ。みんなね、あの、そのさっきカニ、カニとクラブ、クラブって言ってるからね。見たままやないかっていうね。で、このね、手形の辺でちょっとね、うん、あ、ここからですね。来ました。これ会場の、これ会場、はい、リアクションですね。ちょっと汚い言葉が出てますね。この人すごい、大丈夫かな、この人。あ、すごいすごい、死んでしまったんじゃない。すおおカメラ目線になるのなんですかね。結構遅いですね。わかんない。わかんない、遅い。3秒ぐらいしてくる。多分見て一瞬なんだかわかんないんじゃないですか。で初めて。あ、右の人、この人いい、ずっと口開いたまま止まってしまった。大丈夫なのかな、この人。大丈夫ですか、ボディスナッチャーみたいになってました。すごい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 、あ、右の人、この動かへん人すごいな。固まってますね。誰に喋ってるこういうのは一人で見てびっくりするより二人ぐらいじゃないと、なんかですね、感情の行き場がないですよ、うん、誰が語ってますよ。あ、なんかやっぱり、うん、なんかやってますけど。あー、来た。うん、はい、うん、そうです、はい、これより僕あれなんですよ、楽屋の袖からしか見てない。あ、そうです、そうですよね。席側はどんな感じでした、うん、はい、いや、もうあのやっぱり一発目はあのノーマンさんでできた時 の、 あのすごやっぱりすごい反応でしたね。そっからあとはもうね、うるさすぎて、あ、もうよくわからない状態でしたね。あの最初楽屋でスタンバイしてる時、はい、最初ゴッドボーが出てきた時もすごい、もう地響きみたいな感じで、はいはい、すごかったんですよ、はい、でものすごい反応が一脚やってて、あのお互いソニーさんの別のワールドワイドスタジオの人たちとこうやりました、はい、今日はいけるぞって話。ネットにこういう映像いっぱいありますけど、うん、はい、実際に中にいた雰囲気っていうのはやっぱりわかりませんよね。本当に独特の空気なんですよね、はい、あの矢野さんが撮った映像あるんですよね、はい、これちょっと見ていただければ。
やっぱね、まあ、なんか、まあ、まあ、聞こえない感じですよ、うん、なんか ライブとかに近い感じですかね。だからミュージシャンでできてあーみたいな、あの空気にちょっと近い感じします、ね、肩揉んでもらえますかね肩揉んでもらうで、これ公開してから、はい、まあ、世界中でいろいろ話題になりまして、はい、いろんなパロディ映像、はい、いっぱい作ってくれました、コラージュ、はい、イラストとか、はい、そういうのが、まあ、いっぱい出てきたと、はい、いうところですね。でこれはちょっとね、もう皆さんこれ一番流行ってるやつですね、はい、ノーマン、泣いてるノーマンに何かを抱かせるという、抱かせると、はい、抱き枕とかもありますけどね、まあちょっと権利的に出せないものがいろいろありますが、これはもう個人で皆さん、はい、あの楽しんでいただくと。これイートスタンディング、これイートスタンディングは関係ないですから、うん、あ、たまたまってことですか。 そうですね、 DNA スタン、うん、あのテスティングも関係ないですから、それはっきり言いますよ、ね、はい、そこにはあの別にメッセージとか意味はないですよってことですね。あとですね、あの PS4 を抱いて、はい、ああ、はい、実写のやつも一時期流行ったんですよ。人物裸になってこう抱いてる写真を自分がやるってやつです、ね、はい、かなりこれは流行ったと、はい、これね、まだまだいっぱいあると思うんで、これはまあ予想しなかったですけど ね、全くこういうのが流行るとは、はい、はい、で、あのあれですね、先日もあのコジプロの公式アカウントで、はい、募集しましたが、あのもちろんちょっと全部いろいろ紹介できないものもあるんですけども、はい、そうです、あの、まあ、今後もね、その、まあ、イメージとか、はい、コラージュとか、あとこのイラストとかルーデンスのコラージュもまだまだ募集しますんで、はいはい、まだ送ってください、はいはい、よろしくお願いします。で、はい、まあ、アイコラも多かったんですけど、実写映像も多かったですね、はい、でその中で、まあ、一番笑ったのが、はい、これはですビアーストランディングという映像、はい、これちょっと皆さんと一緒に、はい、見ましょう、見ましょうか。これ大変ですよね、これすごいですよ、ワンショットなんで、はい、これも全部だ ね、 すごいですよね。カエルさんは俺の真似ができるやつおらんって言うんですよ。できてるやねん。これですよ、これ最初冒頭でこれワンカメでいかなかったので、はい、これまあビアーストランディングなんで、はい、あれですよね、まあ、どっかの家なんですよね。いいですね。でワンカメ で、まあ、ビールの空き缶が空き缶があって、まあ、カニの代わりですよね、はい、大変ですよね、これね、ビールで、これどこまで行くんやと、はい、でっかい広い家やなと思ってるじゃないですか。はい、外出ますね。さすがに外出てしまうんですよね、はい、ここも進んでいくと、これ何回もやったと思いますよ、多分何回もやり直して、でずっと行くと、まあ、音に合わせるんでビールが出てきて、ほら、これそっくりじゃないですか、これ来た、ほらもう全裸ですよ、これすごい、すごいでしょ、これ、あの、なんかあのあれサンドイッチですか、サンドイッチがつながる、はい、命がけですよ、これ後ろ電線が電線がイカすいますよ、素晴らしい、すごいですよ、これ泣いてる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 、このね、この次のカットがいいんですよ、泣いてるだけじゃないんですよ、食べ食ってる、サンドイッチを食う、うん、ビールに合うってことですか、合うってことですか、これ二日酔いなんですかね、あ、なんですかね、この首飾りもいいですね、これ抜群ですよ、これケチャップケチャップとマスタードこれ飛ぶ、すごいすごいですよ、これもういかにもその辺の庭ってことですよ、うん、ほらすごい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 、すごいですよ、多分あれ部屋の中のやつ持ってきたんですよ、カット切ってるんで、ここのほらもうギリギリこれ命がけですよ、これこの撮影見えそうで見えない、すごい、ほらこれだって隣の人を見たらびっくりしますよ、ね、何してんだろうってね、て通報されますよ、うん、これすごいプールなんですよ、良かったですね、あの塀があっ て、 があってなかったらやばいですよ、なんかあれは何ですか、これぶら下がって、これ何ですか、あ、さっきのあれですかね、サンドイッチ、サンドイッチか、うん、これね、ちゃんとこうデジタル合成してる、してますね、ほら、あ、だんだん動いてる、すごいな、この人、ほら、ほら完璧じゃない、すごい、ビアーストランディ素晴らしい、うん、最後の最後まで作りに行ったんですよ、手抜いてますよ、こだわってますよ、すごいですね、この人すごい、
カエルさんやってるんちゃう実は実はすごい素晴らしい。すごいですね。まあもうこれありがたいですね、はい。やっぱこういうユーザーが、ね、いいですね。皆さんにこう遊んでもらうっていうのは一番嬉しいですよね。はい、というわけで E3、はい、行ってきましたけど、はい、まあ非常に良かったですね、はい。でももうあの皆さんの本当にリアクションとか、はい、ね、あの反応とかも非常に良かったし、あのまあ僕はそのアイムバックって言いましたけど。はい、まあ、お帰りっていう感じで非常にこう温かく迎えていただいたんで、はい、まあこれから頑張れると思います、はい、そうですね、はい、もうまたさっきも言いましたけど、はい、来年もぜひ来年、はいはい、行けるように頑張りたいなと思っております、はい、忙しい時はお願いします、ね、それないね、まあでも年に1回なんでね、はい、あの、うん、ぜひ行きたいですけど、はい、すね、まあこれからちょっとゲーム本格的に作らないといけないんで、はいはい、大変ですけど、はい、まあ、続報があれば、はい、紹介できれば、はい、皆さん見ていただきたいと思います、はい、で、今回第4回 E3 を振り返るということでしたけども、はい、次回は、はい、次回この間のツイッターアンケートで、はい、23% という2位数字の2位です、はい、2016年上半期、はい、ベスト10/20映画ベスト10ですかね。10ですかね。16年、まあ、6月、7月ですから、はい、7月になりました。まあ、1月から6月見た映画、はい、結構見てますよね、矢野さんね。はい、見てます。僕より見てましたもんね。本数で言うと見てます。はい。はい、まあ、小地風呂来ても仕事してない。絶対、絶対来ると思う。でも午前中見て来る時はありますもんね。ありますなんでまあ、はい、どうあれですか？お互い、はい、うん、紹介したいですけど、うん、今回はやっぱり皆さん参加してもらうということで、はい、この番組を見てくださっている皆さんにもベスト10を紹介してもらうということで、はいはい、ハッシュタグシャープのひでちゅう映画というのをつけて、はい、ツイッター公式アカウントまで送っていただくと、はい、僕らがそれを抽出し て皆さんのベスト10というのを紹介できると思います、はい、やりたいと思います。でこれは、洋画邦画含むものです。で新作に限り、はい、2016年の1月に公開された、ね、以降公開されたもの、1月から6月末、はい、4月にかけて公開しているもの、はい、で公開しているものなんで公開映画館で見てなくてもブルーレイ出たから見たっていうのも OK、うん、はい、リバイバルはどうしたらいいですか。リバイバルは多分ちょっとカウントはできないかなと思います、はい、じゃあ新作の映画のみと、はい、いうことでお願いしたいと思います、はいはい、次回は映画特集ということで、はいはい、まあ、来月ぐらいですか。8月早めにはお届けしたいな。そうです、まあ、6月7頭ぐらいまでの映画で。そうですね、はい、ということで、はいはい、でチャンネル登録はいぜひお願いしたいと思いますので、はい、まだ14万人なんで、はい、あの金の金のあれを、まあ、おそらく行かないと思いますけど来てるうちには行かないいやいやなんとか行きましょうよはい、はい、それとですね人材募集ポ、はい、ジプロでしておりますので、はい、人を集めながらものを作ってますので、はい、ですねこの間発表してから結構世界中からまた あのデスストランディングを発表してからですね、はい、以前はですね、はい、何を作ってるスタジオかもわからない状態での、そうですよね、よくなんで、AAA とも言ってませんでしたし、まあ、ソニーさんとやるということしか言ってなかった、はい、どんな内容なのかもわからないし、ね、で今回発表したら、はい、あっていうことで皆さんやっぱりこうやっぱり迷ってる方もようやく応募に来たのかなということで、はい、結構な数来られてますけど、はい、ますね、まあ、皆さん、はい、ぜひ一緒に作りたいという方がおられれば、ね、はい、こちらの方に、はい、ですね、はい、ということで、はい、今回はソニーさんの社員食堂からお借りして、はい、次回は次回ちょっとなるべく間を空けずに、そうですね、本当はお送りしたいと、はい、次回どこでやりますかね、映画館とかでやりたいです。ここ貸してあげるよって人募集ってたんですか。映画館とか映画館やりたいですね。貸してあげるよって方いらっしゃったらぜひ。映画館、はい、いないでしょ。いないですかね。お金ないんで僕ら、はいはい、そうなんです、はい、貸してあげるよっていう、あ、宣伝しますよ、はい、ね、そうです、ティーチインとかもやりますよ、やりますやります、あ、そうしましょう、はい、はい、ちょっとぜひどっか、ね、貸していただけると既得な方がいらっしゃったら、そうですね、公式アカウントまで2時間ぐらいですね、2時間ぐらいです、はい、2時間ぐらい、はい、はい、できれば僕らも好きな映画かけたいんで、そうですね、それでお客さん読んでティーチインやりながらやりたいですね、公開、ついに公開、公開、ひでちゅう、ひでちゅう前座が2016年の上半期で、でメインの映画があって、
マッドマックスとか見たいですか？見たいですね。バコン上映とか、ね。バコン上映。はい、バコン上映と決まってしまいますよね。はい、まあ、どことは言いませんけど。あ、ぜひそれ。ぜひちょっとあのお願いしたいと思います。ご検討よろしくお願いします。そのオファーがないとやれないです。やれないっていう。いつまでたってもできないです。できない。はい。ということで、はい、お待ちしております。また来月お会いしましょう。はい、皆さんではさようなら。さようなら。はい